バカ、こんな夜遅くまでどこほつき歩いてた。父ちゃんは無事で嬉しいけど、まさか方向、おめえどうした、なんか様子が変だぞ。姉ちゃんはどこ。姉ちゃん、まさかオイラを探しに外へ出たの。姉ちゃん、例えばだ、この美しい花だ。君は花で言えばちょうどこのぐらいの若さと言える。よく考えてみたまえ、マドマーゼル。この花はこのまま咲き盛ってしまえばあとは枯れゆくのみ。悲しいとは思わないかい。どうだね、マドマーゼル、一つ選択してくれるかね。今のままの若さで永遠を楽しみたいと思わないかい。とは言ってもだ、このディオ、友情を押し付ける類の輩とは違うのでね。君の自由意志、君の運命は自分で選ぶんだ。聞こえないよ。あなたは永遠に呪われている化け物よ。うしゅう。出会ったばかりでもうお別れとは遺憾に思うが、紹介するよ。彼の名は怪人ルービー。このディオがお気に召さんのなら、あとは彼に相手してもらうといい。バイ、お嬢さん。負けたか。
ルンルンルン。ゴーゴー。ルンルンルン。ルンルン。うわ。いや。おりゃ。そんな。ゴーゴー。
やった、一瞬のうちに指で掴んだ。ほんの少しだけ波紋を送り込んで蛇の血液をどち狂わしてやる。何をする蛇どもを。食われる。こんな。地獄から戻ってきたぞ、ディオ。生きてたのか。ジョジョ。お前が生きているということは、あの二人の騎士を倒してきたということらしいな。ヒョッケイとなって死んだ俺たちに自由を与えてくれたディオ様、ここは俺たちに奴の処刑を命令してください。この牙の歯型としてくれましょう。